皆さんおはようございます。私が、この磯田康夫70歳になりました。66歳の時に外国語大学へ行きまして英語の勉強を開始しまして1年目で準1級合格、3年目で英検1級にも合格しました。ということでこの動画を作って英語力アップということでやっております。ちなみにこの動画は私の社会貢献というで作っておるもので別に金儲けを目的とはしてませんのでね、ですからここにこうコマーシャルが流れてくるとかそういうことはありません。はい、なんとかね私ができたことを、皆さんも当然できるはずなんだからということでやっております。ちなみにここの動画は3本立てっていうことで3本立てって何なのよというなんですけども、この動画とそれからあの下の方に書いてありますメルマガですね、メルマガ登録していただきましたらズーム会議へ参加できます。ズーム会議っていうのは毎週1回日曜日の午後1時から2時間やっておりますのでね、そこへ出てきていただきましたらいろんな方とこう接触できる、質疑応答できる、非常に高いレベルの方から初級者まで来て、自由に話し合えるというそういう場所を作ってありますよね。やっぱりね英語の勉強ってなかなか孤独だからそういう場所を作っておかないと、なんとなく嫌になってやめちゃうという人結構多いのでね、それじゃ困るということで あくまで自分のボランティア精神でそういうのを作っております。当然経費は私が全部負担してますので皆さん無料ということで、自由に利用してくださいということでやっております。はい、今日の話って、大した話なんだけど、勉強ってね、なかなかスムーズにこうずっとこう英語の力とか数学でもしてもね、伸びていくっていう、なかなかそういう風にはいかないんですよね。結構空回りが多いんだよね。で、そういうのでこう悩みの相談っていうのは来るんですよね。この前も、来てましたのは中年の男性の方なんですけどね、社会人なんだけれども、大学行ってみたいっていうことで大学の受験勉強を始めたんだけど、なかなかこうね何ヶ月も一生懸命やってもいつまでもあんまり変わらない低いレベルでこれどうしたもんでしょうかなんて言われたんですけれども、ちなみにズーム会議の中には受験専門に教えておられる方がおられましてね、私と同じようなもう退職されてる方なんですけど、元高校の先生で英語とか数学を教えられた方なんですけど、その方に聞きますと、受験生でね、大体そういう空回りする部分って結構あるんだって、大体期間的に3、4ヶ月空回りするんで、その空回りがガチャッと歯車が合ってくると、またグーッと上へ行けるようになりますのでね、そう空回りを心配しなくてもいいって、3、4ヶ月程度の空回りは普通にあるという話なんですね。それさえそうじゃね、私なんかも、準1級から1級になるまで2年間かかったんですけども、4ヶ月に1回英検の試験ありますよね。ボトボトとみんな落ちたんだけど5回目に合格したけどね、4回落ちたんだけど、その時の成績後で見ますとね、2回分ぐらいは一緒なんですよ。だから2回ということは8ヶ月ですよね。8ヶ月はこう空回りしてんのかな。ほんでその次にガチャッと歯車が噛み合ったらゴーッと上行って、ほんでまたそこで空回りみたいな状態になって、でその次また上へ行くというそういう状態でしたよね。私の過去歴でも自分で調べてみますと、やっぱり大体そういう風な空回りの時期っていうのはどうしてもあるのでね、そこで嫌になっちゃったら終わりですからね、嫌にならないようにこの動画でも見てまたちょっと勇気づけてほしいですよね。そういうことがしばしば起こるということですからね。私一級になるまでに見てきたのは本当に 99.9% の方が途中で脱落していくんですよね。嫌になってやめていくんですよね。ですから一級合格者の数が少ないっていうのはそれだけで、逆に言うとずっとやってたら必ずいつか絶対合格するんですよね。時間はかかる、人によってね長い短いはあるんだけれども、最終的には必ず合格できるんですよね。それだけはもう間違いなし。だから途中でね絶対諦めないことですよね。そういえばね、ズーム会議よく出てこられることで、1級合格するのに10回かかったっていう人もいてましたしね。で、この前も来られた方は、常連の方で、私と同じ身分の男性なんだけれども、準1級合格するのに10回かかったっていう方が来られてね。で、その方がこの間面白い話して、ズーム会議で何言ってるか、嫁さんに言われたんですよ。何言われたんですか。スーパーマーケットへ買い物に行ってもね、10回も行きゃ1回ぐらいなんかくじに当たるんよって山さんに言われて、10回スーパーマーケット行ったら1回渡るって、なんかくじに、いやそれと
とは違うと思うんですけどね、奥さんにはそう言われてしまったそうです。別にくじに当たったわけじゃなくて、やっぱりそこまでの実力が50回かかったというだけのことであってね、別にそう偶然合格したわけです。それは違いますからね、ちゃんと実力がそこで来たという、そういうことですから、ちょっとあんまり奥さんのこと言えないよね。そういう、いろんな茶化されることはありますけれども、やっぱり一生懸命やったらそうやって合格するってことなんですよ。ですから要はそれだけのことをやればいいっていうことですよね。それがまあ全てですよね。だからまあそのためにいろんなことをやってみるというのがいいんじゃないかなと思います。そういえば昨日、2、3回前、あれ言うたでしょ。あれなんや、タイタニック号のジョークね、タイタニックのジョーク。あれを私、レアジョブで、ほら、フランス人じゃない、フィリピン人出てくるじゃないですか。で、フィリピン人の先生に、タイタニック号のジョーク言ってて、ね、じゃあ、フィリピン人ならどうするんだって、ちなみに、初めての方、知らない人ね、タイタニックのジョーク。タイタニック沈没するときに、救命艇に乗せるんだけど、救命艇の数が足りないから、女子供から先行くから男は残れっていう話ね。で、それをするのに、乗り組みが説得に回るわけね。で、イギリス人のとこ行って説得するにはどういうか、あんたジェントルマンの国の人間だろう、ジェントルマンなら船に残れって言って、で、ドイツ人の男性のとこ行ってどういうかというと、男性は船に残れとルールに定められていますから、ルールに従ってくださいっていうね、これドイツ人に言うんだね。ほんで、アメリカ人にはどういうかというと、アメリカって君、ヒーローの国だろ、ヒーローになりたかったら船に残れっていうね。で、日本人のとこ行ってどういうかというと、みんな残ってますからね、残ってください、みんな残ってますよって、こういうふうに言うんだよね。それは各民族の差っていうことで、じゃあフィリピン人にはどう言えばいいんだって、いやフィリピン人の場合はね、何言ったってバレ先にわーっと救命ボート行ってなりますよって言われて、あ、そうですかみたいな、フィリピン人は言うこと聞いたりルールなんか回ったりしませんよって言われましたですね。ですからやっぱり民族によっていろいろ違いあるけど、やっぱりそれぐらいのバイタリティあるってことだよね。フィリピン人ね、すごいね、力あるよね。その力でもって英語の勉強もしてみたらいけるっていうことだよね。ルール無用の人生ってやつだね。それでかな、日本人は研究行く途中みんなバラバラするから、みんな挫折するから私も挫折したって言っていくのは、それはダメだよね。フィリピン人みたいにガン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 行ってほしいですよね。ということで、今日は何の話したんかようわかりませんけども、空回りする時期は結構あるんだけれども、いつか必ずガチャッと買うのは構えようときますから、諦めず頑張ってやってくださいということです。じゃあな。